ことだけで不思議なドラマだから、さらにあなたと出会えた喜びをあえて奇跡と呼びたい。さだまさしと愉快な仲間、僕の大好きな芸人さんたち、それから素晴らしい、芸人さんたち、もちろんあの同じなんですけど、一緒に、お招きしてあります。しかもサインがもらえるという、このさだまさしと愉快な仲間では、日本の素晴らしい芸人さんをお招きするばかりではなく、そればかりではなく、世界中に散らばっている素晴らしい芸人さんをもちろんお招きすることになっております。今日も世界各国から、まあお一人ですが、まあほとんど外国の方ですから英語を使わなければいけないんで、私としても非常に私は英語に自信を持っておりましてね、私の弟が台湾大学へ、一時期留学をしております。まあ留学というのは一時期するもんで、あの弟はサッカーの選手だったんです。で香港で、プロサッカーのチームにスカウトされましてね、で香港のプロサッカーチームの選手として1年間活躍しとった。ところが本人はいくら金もらっても体が持たんというので、1年間で、プロサッカーチームを退団いたしまして、台湾大学の国際貿易学科ってそこ戻ったんですね。そしたら4年目に戻ってきたんです。で、まさし、いや僕はあのお兄さんと呼ばれたことがない、かわいそうなんです。まさし、あのな、あのニュージーランド行きたい。なんでニュージーランド行きたいの？やっぱり諸外国の人々と話すには英語だ。キングスイングリッシュを覚えたいね。それでニュージーランドの日本人のいないところへ行けば短期間でも覚えることができるだろうって言うんで向こうへ行ったんです。まあびっくりしましたね。そしてわずか半年か、まあ6、7ヶ月向こうにいただけなんですけど、ブロークンですけどね、喋れるようになって帰ってきたから人間ってのは大したもんですね。で弟の友達が方々におります。そんなわけでニュージーランドの友達もおりますし、台湾大学の留学生時代の友達もおります。この友達が日本に来るんです。これは怖いんですうちの弟がね、ホームステイをしておりましたニュージーランドのね、あのお宅、そこのおじいちゃんおばあちゃんが日本に遊びに来たことがあります。3ヶ月うちにいましてね、この方のお名前がミスター&ミセス・ブラウン教科書でお目にかかったそういう方で、この人たちがうち来たのはいいんですけどねそれはいいんですよ。うちの親父が英語がダメなんだ。これが何しろうちの親父の英語のダメさってひどいですよ。鶏の餌って言おうと思ってチキンライスって言おうと思ってもうねひどいわけですよ。それでね、朝会ったらねグッモーニングとかね、まあハローでもいいんですよ。それでどうしようもないからねおーって言うんですよ。あのミスター・ブラウンもね、おーって答えました。それが定例化したの。朝洗面所で親父とミスター・ブラウンが会うと2人でおーおーって。これはね、きっとこの人はね、これが日本の正式な挨拶だと思ってる。5月ぐらいにうちの弟のその友達、ニュージーランドの友達が日本に遊びに来てました。優しい2人でね、夫婦で遊びに来たんです。ミスター&ミセス・ブラウンの娘の親友という、そういう2人でうちの弟が大変ニュージーランド時代に世話になった、食事をご馳走していただいたり、飯を食わしてもらったり、あるいはまたご飯を食べさせていただいていただいたで、どうにかいい2人だから、優しい2人だから世話をしてあげたい、楽しい日本というイメージを持ってお土産にして返したいと
ところがうちは英語がダメなんですよ。弟がいるときはいいんです。全部弟にこうやって言ってね、いや、早く。ところが弟がいなくなると笑うっきゃ手がないってのがなんかベラ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 え参ったなえあI don't know. I can't understand. 言ってるしかないの。悲しいですね。でね、ある日ね、弟はね、僕のスケジュール、あのうちの台所兼あの食堂にね、黒板がありまして、そこにスケジュールがこう書いてある。でそれを弟がこう見ながらね、まさしお前明日休みだな。休みだ。お前明日当番だ。何の当番だ。外人の当番だ。はいよ。外人の当番だって俺の英語で大丈夫か。大丈夫だよ、あいつら分かんなくたって。何しろ明日一日楽しませてやってくれ。それじゃあなお休みって書いて。私は考えました。いろいろ考えた。翌日一日どうやって楽しまそうか、この英語で。もうデタラメですよ。それこそ知ってる単語を並べりゃいい、そういう世界ですよ。でいろいろ考えて、よし、僕は今千葉県市川市というところに住んでおります。千葉県市川市の隣に千葉県浦安市というところ。千葉県浦安市に名高き東京ディズニーランド、ここへ放り込んどきゃ間違いないだろうと思いましてね、その日中に翌日の計画を伝えようと思ってね、それで行ったんです。あ、oh, This is Masashi! はい、出てきます。Relax please. I have one idea. Tomorrow, if fine day, we are going to go to Tokyo Disneyland. Do you know Tokyo Disneyland? Yes, I know. Oh, very good. Do you like Tokyo Disneyland? Yes, I like. Okay. Promise, promise. じゃあまあ、tonight は、来ない。それで寝た。時間をね、打ち合わせを間違えましてね。朝から荷物持って帰って待ってる。僕起きたら昼ですよ。これ朝から待ってたっていうんですね。困ったもんでね、昼過ぎに、あごめんごめんなんていろいろエクスキューズミーなんて言いながら、2人を、まあ、僕の自分の車に、まあ、積みまして、いや言葉のあや乗せましてね。で一応自分の英語はいい加減ですよってことを相手に言っとかないといけないんでね、まあ、一応説明しなくたって分かるとは思うんだけど、どうしてこういう余計なことをするんだろうね。余計なことして恥かくんですよ。あ、oh, My English is broken. Yes, I know. And my vocabulary is very, very poor. I see, Masashi. 分かってんです。頭きましたね。このまま一緒に死のうかと思いましたけど。東京ディズニーランド、あの中に入ってるアトラクションの中では英語使う必要ありませんね。びっくりしたり感動したりするときには英語なんか必要ないんです。うわおとかって言うおうとかなんかそんなこと言ってぶつけたらアウチって言えばいいですから、もう全然そんな気にする必要ないわけね。ところがアトラクションからアトラクションに向かう最中に寄せばいいのにいろいろ聞いたりするわけね。 What is this? this?Oh, this is a... Let's go! 気をそらそうとしたりなんかします。そのうち夕方になってくる。よし、じゃあ Let's go to dinner! 何がいいか、何でも OK だ。よし、チャニーズフードはどうだ。 OK! じゃあ Let's go to Chinese restaurant! それから私は出かけました。銀座アスタイル。それで、しばらくこうやって待ってた。そしたら最初にフカヒレスープがこう運ばれてる。しばらくこう食べましてね、ほら感動したんです。美味しいですね。おう、美味しいです。バレディース。あー、This is フカヒレスープ。フカヒレ、あ、フカヒレ means フカってなんだろう。ノーグッドじゃねえな。サメと似たようなもんだから、サメって言えばわかるだろうってね。サメが出てこないんだ。シャークが出ない、とっさにね。ヒレだってフィン、あのフィンにフィンも出ないんですよ。ここでどうしようかと。Do you know Jaws? Jaws? I don't know. Jaws is movie star's name. Movie star? Yes, movie star. Jordan.
チャランチャランチャラン。Oh, I know Joe's. Yes, this is Joe's soup. あなたが旅に行った頃に、その店の料理長が出てきた。料理長。その料理長というのは私の大変仲のいい友達の弟だった。で、来るなり、サダーさん、水臭い。最初からいるなら家いるって言えばいいじゃないって、私知らないんだもん、その人がそこにいるって。まさか店入っててサダマさんって言わないで、言わないで、あ、しょうがないから、あ、あ、そう、あ、いや、いや、これ片付けますから、どんどん片付けるの。いや、もうあらかた食べちゃ、もうお腹いっぱい、いや、これからですよ、サダさん、私が腕によりかけて、これからフルコース、うそ、うまいぜ、私がフルコース、これからフルコース、いや、入らないんじゃないか、入る入る入る、大丈夫、早く通訳してください。あ、he's my friend. He's chef. お、シェフ、シェフ。なんで片付けるの、外人に聞くわけですね。なんだか片付ける。あ、this is audible。Next main dish. Next? Dinner is now start. Now start. Oh no! びっくりしてるわけですね。それでしばらくこうやって待ってたら、次にまたフカヒレスープが出てくる。Do you know this one? Oh, I know! This is Joe's too.